治安を守っていただきありがとうございます。日々お仕事が忙しいだと思います。全ての事件を完璧に捜査することはできないと思いますが、しかし後からこれはあまりにもおかしいという事件は再捜査をするということも重要なのではないでしょうか。我々は三浦春馬さん変死事件の再捜査を求めております。これを調査してぜひ再捜査をお願いいたします。昨年4月18日に起こった俳優の三浦春馬さん変死事件の再捜査を求めております。三浦春馬さんは生前他殺なのに自殺で処理されたくないと身の危険を察知しておりました。また所属事務所からの独立に備えて準備をしており、自殺の理由が見当たりません。遺書もないので変死となります。一方独立されたら困る利害関係者の所属事務所のアミーズが前日の17日に生前最後の送迎をして翌日18日に迎えに行き、変死の第一発見者になっております。つまり変死の直前と直後はアミューズのスタッフが関与しております。この遺書がないのに死亡した時は変死事件として扱われて変死と解剖を行わなければなりません。にもかかわらずマスコミがアミューズのお仲間のマスコミが早速自殺と報道していかにも遺書があるかのような変更報道をして自殺と断定して世の中の人々を欺きました。これが遺書がなかったのでこの自殺との報道は誤りになります。この世間の人たちをいかにも遺書があった自殺かのような変更報道で世間の人たちを欺き、そしてさっさと死体を火葬して証拠隠滅したのがアミューズだと思われます。このようなおかしなことだらけの三浦春馬さんの変死事件をぜひ再捜査をしてください。これは捜査を入念にしなかった理由として遺書があったとの報道でいかにも自殺かのような印象操作が行われました。アミューズのリークからマスコミが一斉に自殺かのような報道をして世間の人を欺きました。そして遺書がないのは数日もすれば分かったはずなのに49日、49日経った後にアミューズが遺書がなかったのと発表いたしました。これは風化をさせるためにそこまで事実を伏せてきたのだと思われます。これは再捜査をせねばならない事件になります。第一発見者がアミューズになります。その第一発見者のアミューズの言うことを鵜呑みにしてこれを自殺として処理したのは誤りになります。アミューズによれば三浦春馬さんとの約束の時間に迎えに行きインターホンをしても返事がなかったので管理会社の安田倉庫に鍵を持ってきてもらい不法侵入したということになります。警察の立ち会いなく勝手に不法侵入した所属会社のアミューズ、そのアミューズはなんと17日と18日死亡した前日と死亡の日の時系列の回答を拒否しているのです。変死事件の第一発見者のアミューズがなんと17日その日の時系列の説明すらできずにアリバイが全くないのです。やましいことがあるようです。ただでさえ疑われる変死の第一発見者が時系列の説明ができずにアリバイがありません。なります。ぜひ今からでも構いませんので再捜査をしてください。スプレッソール三浦春馬さんは自殺じゃないぞ。遺書がないので不審死事件だぞ。不審死事件なのに戦死と解剖をしないのはどうだぞ。警察は戦死の時の証拠写真を見せよう。警察は再捜査をせよう。警察は再捜査をせよう。
よろしくお願いいたします。三浦春馬さんは異常のない人事事件となります。自殺というのは誤報でした。正規の大誤報をやったのがマスコミになります。これに騙されてしまった、一人の上層部の方が騙されてしまったのだと思われます。なので今からでも遅くないので哀悼者をしてください。よろしくお願いいたします。お願いします。